今日はですね、1週間3食5000円以内でお料理をしていきたいなと思います。我が家は3歳の男の子と1歳の女の子と私と主人の家族構成なんですけど、まだね、子供たちが保育園とか幼稚園行ってないので、ちょっとね、がっつり作んなきゃいけないっていうので、ちょっと不安もあるんですけど、チャレンジしていきたいと思います。それではスタート。はい、今回買ったのはこんな感じです。これらの食材と、あと家でいつもストックしてある食材と、先週買い物したものの残りを駆使して、作っていきたいと思います。これ好き。これ好き？こっちだけどくわ。入れちゃったよ。
かっこいい。ソファーを
美味しい。
かった。ここにまだ落ちてる1個。